航空自衛隊に入隊するにはいくつかの入り口がある。パイロットを目指す者が行く航空学生、18歳以上ならば入隊資格がある任期制自衛官、一般装甲補正など、その入り口は様々だ。航空自衛隊としての基礎的な知識能力を身につけた隊員は、それぞれの専門分野に分かれて専門教育を受け、部隊に配置される。パイロット、整備、レーダー、消防、医療、給与、施設、基地を取り巻くさまざまな職種のプロフェッショナルが養成されていく。航空自衛隊、それは日本に万が一の事態があった時、一番最初に向かわなくてはいけない宿命を背負った組織だ。そして万が一を防ぐため、今日も大空の上で、日の当たらないレーダーサイトで、多くの隊員たちが任務についている。パイロットは思う、俺がやらずして誰がやると。整備員は思う、俺がパイロットに世界一の機体を提供すると。兵器管制官は思う、自分の判断が全ての運命の鍵を握ると。ロードマスターは思う、少しでもたくさんの物資を被災地に運ぼうと。たった一つの航空機に課せられた使命、それは多くの隊員の常にベストを尽くす思いを乗せている。だからこそパイロットは思う、俺がやらずして誰がやると。この大空の下にある平和のために。